はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ。今回はね、9月1日からねホロライブとのコラボイベントが始まるということで、今までね2回ほど、新情報をお伝えしてきたんですが、今回第3弾としてね、ノエルとねフレアの情報をちょっと紹介したいと思います。一応白金じゃなくて白銀、いや白金だな、白金ノエルさんと白縫いフレアさんっていいのかな、はい、こちらがまた紹介になりまして、ポカポカと多分勇ましだと思うんですけど、一応今回のねテーマはペアということで、はい、この2人がね、ペアになってます。で一応ね必殺技はねペアで必殺技って感じで、でノエルの方は前回ねポカポカで種族効果アップ妖怪だったので、今回もね強キャラになるんじゃないかって、なんか優遇されてるんでね期待したいんですけど、でフレアの方は前回おそらく課金妖怪だったと思うんですよね。なので私持ってないので3赤とも多分なんですけど、なので今回はね、まあ、そもそも前回のねキャラをホロライブコインとかでまずぶっこんでゲットしたいなっていうのと、多分勇ましだったと思うんだけどな。で今回特にこのノエルもフレアもなんか浴衣とか特になくてノーマルタイプになってるので、まあこういうタイプもねいるんだなということで、はい、フレアノエルね、うん、どうなることやらということで楽しみに待ちたいと思いますね。はい、一応これで、で次回のペアがねなんとなくコロネっぽいのと、この悪魔みたいの誰なんだろうなっていうね、ちょっと私あんま詳しくないんであれなんですけど、吹雪ではなさそうだなっていうところで、一応あとねまだ2組いて 1,2,3 全部で5組ね今回キャラいるみたいなので、はい、薄着なペアもいれば浴衣もいてって感じで、今度はどうなるんですかね。はい、そんな感じでなんかコスプレっぽい感じもするんですけど、はい、楽しみにしたいと思います。一応今まではね、浴衣キャラで、まあ、スバルとね、おかゆさんがいて、まあ、彼らね、前回、ZZ だったんですけど、今回もね、どうなるのかっていうところと、うん。で、いつもね、UZ 経験者である、まあ、マリンとかね、いつもね、必殺技めっちゃ強いマリンと、まあ我らがね、ウサダペコラということで、はい。まあ今回ね、ウサダペコラ UZ になってほしいなっていうね、うん、もう私もう本当、ウサダペコラがちゃんと、イベントね、プニットショットもボスもちゃんと倒してクリアしてるのを見てるので、まあちょっとあそこまでやってる人偉い、すごくね、偉いなと思ったんでね、ちょっとウサダペコラさんにはぜひね、ちょっと UZ やってほしいんだけどな、今回な。どうなるんですかね。一応ホロ様ということで水着キャラに近い感じの、これ水着キャラでいいんですかね。最近はねプールとか行ってもラッシュガード着てる人たちが多いんで、まあね最近の水着こんな感じなのかもしれませんが、はい、この最強推しペアねどうなることやらって感じなんですけどね、今回どうなんだろうな。 UZ 最近ねボスとガシャで UZ 2体出てきますけど、まあどうなんですかね、下手したら UZ 3体とかも今回からあり得るので、はい、ちょっとねあと2組、まあ最後吹雪だと思うんですけど、どうなることやらっていうね感じで楽しみにしたいと思います。これ分かる人が見たら分かるんだろうな、この角とかね。はい、じゃあとりあえず3回目のね情報はこんな感じなので、また明日ね、楽しみに待ちたいと思います。新しいアイコンもね、まだ来てないので、新しいアイコンでね、今回の主役、まあ、なんとなくマリンとウサダペコラになりそうな気もするんですが、新しいアイコンもね、楽しみにしたいなと思っております。はい、じゃあすいません。また、新しい情報で来ましたらね、話したいと思います。それではまた会いしましょう。さよなら。あ、アイコン出てんだ。アイコンはスバルとあれか、おかゆさんか。なるほど。これ、もう出てんだね。なるほどね。